じゃあこんばんは。試合です。試合です。勝ちましょう。今日勝てばまだまだ望みあるし、来週もあるんで、来週にモチベーションね、つなげるためにも今日は何としても勝ちたいです。1点入れられたとしても絶対点を取れるチャンスっていうのはうちの今のチームだったらあると思うんで、そこを諦めない、遠山の声掛けだったりとかが必要になってくると思います。で、特に一番大事なのはやっぱ失点をしないこと。失点しちゃうとどうしてもメンタルに来ると思うので、まあ、最初はシンプルなプレーだったりとか、シンプルにやってシンプルに点を取るイメージを持つことがまずは大事かなと思います。キックが6時15分から、あっちの方で体育館前というか、あっちの方がちょっと砂利になっているので、それでもアップシューズで15分からやりますんで集まってください。キック第9節、今日は平塚 SC と試合をしていきます。オープニングは今日はタタラ君と太一君です。頑張りたいと思います。太一君、貴重面出ちゃった。こういうオフ多めで今日はね頑張ります。久しぶりのスタメン、はい、どういう気分で。マジで本当にワクワクドキドキがいっぱいでちょっと緊張してるんですけど、はい、ちょっと今日はね結果でね、はい、チームに貢献したいと思います。なんかちょっと生きてないなんかちょっとワクワクとドキドキでみたいな、ドキドキでみたいなことやってるけど、ちょっと、まあ、今日は、うん、ちょっと1点取って、うん、俺だってできるんだぞって、うん、俺点 取れるんだぞってとか見せて。今シーズンちょっとねダメだとか言われてるんで、ね、チームメイトからも、うん、ダメだとか言われてるじゃなくてダメなんでそこはねそこはちゃんと断定しなきゃ。だからその雰囲気みたいな、本当はできてるけどみたいな感じだけど、できない。まず認めてね。そうですね、まずは自分、うん、己を知るところから。ここハート大丈夫、任せろ。じゃあ頑張りましょう。はい、はい、今日左サイドバック起用っていう、普段は左ウイングとか前の方っていうイメージあるんですけど、どうして今日左サイドバックっていう。前パックゼロ、無視ってる。無視だ、うん、左サイドバックの経験は高校生の時と、はいはい、あとは地域リーグにいる時、はいはいはい、だから4年ぐらいかな。ブランクあると思います。志麻さん、投手でこのハートで、うん、ちょっとチーム奮い立ちすぎます。今日スタメン復帰ということで、はい、ちょっとお気持ちをお聞かせいただきたい。マジ結構メンバー的には完璧に、まあ、監督にないけど、あ、まあ、そうだ、あ、惜しい、まあ、結構完璧です。マジで俺が邪魔したい。じゃあその消極的になってる、消極的になってる。前節大活躍の鶴田哲也です。前節大活躍の鶴田哲也です。俺の時に勝ったからな。哲君のスライディングから1点が始まったんですか。今日も、はい、まあちょっと後期を伺ってね、後期を伺って前に走っていこうかなと思っております。はい、キャップインタビューし忘れてました。お疲れ様です。お疲れ様です。どうすか今日どうすか。今日、うん、行きましょう。え、やば、浅々のコメント、ここのトラップ。ちょっと待って、俺だ俺だ俺だよ。哲くんはしっかり平塚のお寿司みたいに、しっかりとアピール。最近仙台になってるから、そこのしっかりと、にむちゃんみたいな、にむちゃんみたいな明るさ、明るさと、東村芽は全然喋んないけど、タンノでしょ、タンノ。東村芽は全然、生、今だから、関係ないから。ダセー、恥ずかしい。お久しぶりです。しゃー。
な。うわあ、そこ声かけて。あ、次や、次ここだぞ。太陽くん、次次次。紹介してる。よー。誰誰？大地くん。大地くん。太陽くん、サッカー。太陽くんからだよ。いやー。打て。いや、打て。え？もう。いやー。誰？マジすごい。あいつ。今日すごいよ。やばい。今日のデスペ違うね。おいし。いけるぞ、明日頑張れるぞ、仕事は。で、ヒロがエグかったね、あれね。来た、加藤、これを落ち着いてるよな、もうピケ、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 うわぁイエーイ、やったー、今のマリノスでしか見たことない。ユーダー、来たー、シャーおい、前田大臣じゃん、前田大臣。ヒーローもう俺一人目のディフェンスの方で打つと思った。まあユダにめっちゃいい子受けたり、やっぱり失点、うちがしてしまうと相手が勢いに乗るし、うちが得点すると勢いに乗ると思うから、まず失点をまずは前半はとにかく15分、10分は試合って一回徹底して、そこから自分たちのボールを握る時間ができると思うし、相手の攻撃そんなにやっぱ怖くないと思うから、うまくいなしてまず失点しないことを最初は意識して。よっしゃ、ヘディングセリアルポート最後、まあ、頑張れ、よっしゃー、ありがとうございます、気合入れるよし、マジ圧倒的力、やっぱ友達として堂々と言ってあげないと。素晴らん、助けましょう。あー、ナイスです、ナイス、マジ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 ナイス、はい、グー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 、あざっす、あざっす、あざっす、ウィナーズのあざっす。えいや、無理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 言えば入れるやつじゃないから、太一さん、あ、太一さんだね、あれ太一さんは、ハレーと間違えた、ハレーナイス、絶対違うよ。マイキー、サンキュー、絶対太一さんのな、あつこ、いや、お前結構意外に良かった。あ、本当ですか、ありがとうございます、いや、どうも、サンキュー、サンキュー、やっぱ俺のここまでやるのが社会人サッカー。ここまでやって、この真ん中の人はここ、下下がって、ここまで、いや、お前ヒロお前だよ、今日はマジで。え、どうだった、気持ちよかった。いや、気持ちよかったです。あれね、見ててこっちも気持ちよかった。ありがとうございます。レッサン、お疲れ、そうでした。いやでも結構いいスルーパス出しましたね。ああそれで勝ったから。丹野さん、お疲れ様です。2回しかボール触ってねえよ。あれまたっすか今日は。ちなみに足では、足では、足では触りました。足で触った。足、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 手で1回、足で触った。OKOK。 はい、ナイス勝利です。ナイス勝利、OK。 来週にね、続けて本当にこれ勝ってることが本当にでかいと思うし、来週の挑戦権を自分たちで我慢して粘り強く取った証拠だと思うので、これは自信にして、来週まあ結構山場というか強い相手だと思うので、そこに勝ってこそ今シーズンの自分たちのなんかこう生き様だったりというか、スポンサーだったり自分の応援してくれる人だったりとか自慢できるかなって思うので、来週勝ってこそ前の試合、今日の試合の勝ちが続くかなと思うので、まあ、練習なるべく参加するだってとか、まあ、筋トレもやってるんで、なるべくいい状態で動いてる状態でやってみましょう。じゃあ来週に向けてまたしっかり調整して、いい試合できるように臨みましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、今日はギリギリ、最初ギリギリかと思ったけど、ね、なんだかんだ言って4対1先制されたんで、ヒヤヒヤしましたけど、ヒヤヒヤしたけど、あ、ええ、いや、ちょちょ、ごめんね、やってから、おう、違うよ、やることないから俺らで締めてみてなったのに、なんだかんだで出たがっちゃってるんですけど、次は
鎌倉インテル強敵ですね。待ってろ鎌倉インテル、絶対勝つぞ。さあ